いや待て、予測ダメージがどっちもし、これきっちー、無理だな、逃げるしかない。水晶で戻しますわ。情けないことに逃げるしかありません。流星群をとっとつ使ってほしいもんだが、あいつってもしかして紋章師そのものだから流星の使用回数に制限ないとかそういうことじゃねえよな。だとすれば毎ターンやべえの飛んでくるからマジでやべえのでは。よし、強くいきましょう。経験値いただき、地味だけど守備ありがてえ。どうも暗殺者です。お先に強い。さあ綺麗になったぞ、覚悟しやがれ。よくもさっきから好き放題に杖振っとったなお前。行きます。うれ、さあ、ごめんなさい。これどういうことだ、どうやったら抑えたってことにできるんだ。エンブレム、エンゲレス、いきます。仕留めるぜ、長弓なんて持ってんじゃねえ。これが絆。よし、抑えたことにちゃんとなってるんですかね、これ。薬より効くな。よし、使い切ってもろて、直してもろて、はい、なんて静かい。で、ディアマンドさんも後ろから行ってもらって上来てますね。範囲えぐ。これはもう覚悟決めなきゃダメか。こっちに限ってよいしょっと、傷薬があんまりないからね。ハンマーは今回もういらんよ。ほい、ありがとう。よし、オッケー。まあちょっとアルフレッドで流星受けよう。これで消えてくれたらラッキーだ。ここに立てばいいのか。敵将さえ倒せば OK なのかな。よし、それなら話は早い。なんだかんだ残る敵がもうほぼおらんのよね。ただリンちゃんの流星はさすがのクロエは受けたくない。よし、いまいち強くなれた実感のしないマップだな。でももうじき合流できる、もう少しだぞ。手加減はしないわ。来たぞ、うわあ、ギャーギャーギャー、多すぎる。いや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 、多すぎるやろこれ。
とんでもねえ団体様だ。しかも現役消えてねえし、これはやばやばやばたにえんどころではない、麻婆茶漬けでもない、純粋なるやばさ。お金の匂い。まさかこいつが移動解禁した。チェインガード、つーか安全地帯が一気にどこ、これ特に天魔が動きずれ、弓が所狭しているからこれは一旦逃げるしかねえでな。よし、 90% で守り抜くぜ味方を。今できる精一杯です。さあ来い。いきなり重いの来た。サービス、なんとか蹴散らしてくれ。危ない。ふう、一撃お買い上げ。ロールだ。またのご来店を。敵将強えんだよ、めえよ。オッケー、よし、いい感じに止まった。長弓さん、私が守ります。よし、詰まったね。これはが大変なことになっています。フリーズか、つうかまた流星群撃ってくるぞあいつ。ふざけんなよマジで。リンちゃんさ、リンちゃんさやばすぎだろ。つまり体力が殲滅した上で待機しておかないと突然やべえダメージ食らって死ぬべ。うわ、ふう、なんてマップだ、積んでるかもしれんよなこれ。さーて、予測ダメージがでかすぎる。20か、まあとりあえず連続攻撃を受けてしまうと絶対にまずいので蹴散らす必要はある。よし、次は反撃飛んでこない。こいつはやろうと思えばやれるだろう。片付ける。こちらから。よし、あかん、強い。
つうか俺でも無理なんだぞ。行きます。ブレイク。よし。頼む。お先に。うれ。残り動ける戦力がこれだけか。予測ダメージ25は痛すぎるでな。でもここなら大丈夫か。よし、サンダー様々だぜ。で、こいつはボルガノン。出しに来て。手を煩わせましたね。よし、ギリギリだぞ。黒いだ。ひどい。ひどい。ぐえ。分かっていたわ。つうか凛ちゃんのこの必殺技を毎回飛ばしてくるっていう情報をありがたく活用させてもらうぜ。水晶で ここだよな、ターニングポイントは。で、ここで鋼のナイフを持って守る。で、守ってもらうことを前提の超強気な布陣。よし、それを前提に行くしかねえ。凛ちゃんの流星の範囲に入っちまったらもう助からんからな。まあアイビーさんはさすがに反撃してもうまみないからな。で、出撃よ。ここだったよな。ギリギリだったけど、正直やってもらわないときつい。無茶させるぜ。さあこれでどうだ。させません。守った。はい、お返し。未来は変わるぞ。よし、こっちの未来もだいぶ変わっちまったな。これ逆に大丈夫なのか。変わっちゃいけない未来ってあるんだぜ。私が守ります。よし、安らかに眠れ。ゼルコバさんがすごいことになってるけど。危ない。よし、このあとフリーズ食らうからな。むしろこっちやべえじゃん。見ていてくれましたか。うう、私が守ります。ナイス。これはひどい。
さっきより状況悪くないっすかこれ。ああ、こんだけしか釣れなかったってのがな、悪影響としてすげえよな。目線嬉しいです。さーて、この悪くなってしまったこの事態をどう収拾つけるかが重要だぞ。私が守る。うっしゃ。もったいないお相手だったわ。でディアマンドさんが今回も何もできないという点では変わってない。だけどこっからお前を焼けるという点では全然違う。よし、行きます。行きます。レイ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 、こんなもんでしょ。よし、ごっつぁんです。ハリン、こういうことか。俺くんの火力不足深刻だぜ。よし、流れ変わったな。こちらか。シュイシュイ、命はどこへ行く。さて、あとはそいつだけだ。失礼。よし、美しい花だったわ。経験値を稼ごうと思えばまだまだ稼げるのだろうか。そんなことを考えてしまうが、正直シャレになってないよな。直します。離れすぎはよくねえぞ。ソドマスが追いかけてきてるからな。やることがぬわい。カモン。手加減はしないわ。手加減して。あばばばばばば、すまねえな黒井さん。しかしこの状況まだ良くねえな。多分最大ダメージ取ってくると思うんですよね、リンの動きは。となると、目線いただきました。よし、いいな。行きます。でアルフレッド奥義、ポイッ、打ち取った。よし、健康保持微妙。直すんだ、必死に直すんだよ。そう、リンちゃんまでの距離がまだ遠い。嘘だろってなるわ。普通に殴ってくれたらいいんだけど、いや普通に殴ってくれてないからこそ今なんとかなってる感もあるんだよな。助かったわ。待機。
あら、連続では使ってこないということか。そういうことでよろしいんですね。ってことはこのターンはまだチャンスなのか、比較的とか言ってて突然暴れだしたら困るから、よっ、さらに杖振って、これでまた誰も流星では落ちなくなった。ふう、銀の弓が来るよ。よし、来た、すげえ数だが決着の時だねと言いたいところだが、なんだかんだきつくねこれ。くせえ、ディアマンドチョップ、よし、崩すか。リンちゃんの位置が絶妙にやらしいよなこれ。足が速すぎるんだわ。よし、これでいこうか。向こう効果、よし守るぞ。長由美さん鬱陶しいからな、消えてくれ。よし、軽いものだわ。リンにもダメージを与えていかないといけないからね。ゼルコバさんのスティレットでもそんなに事態は好転しなさそうだから、ここはアタッカーとしてフランを使う。削ります。よし、いい太ももだ。ドルバーイか。あなたを見ていると父を思い出すわ。あら、私は嬉しいわよ。まるで本当の親みたい。というかあんたらはそこまで相性良くなさそうに見えるんだが、本当に成長したのかなみたいな感じになっちゃってるぞ。今もそれどころじゃねえか。で今は少しでも戦力が欲しい。アンナさんを下へ。やれることはやったつもりですが、さあ来い。やっぱりクロエだ、ひどいことする。させません。よし、いいぞ。おれ。
回復して超いい成長じゃん。死にたくねえんだけど。でも 90% 守ってくれるから 10% 引かなければ。危ない。よし、いいよいいよ、ルキナ超強え。まだ来るぞ。させません。お掃除お掃除。ごめんなさい。よっしゃ、普通に避ける。ふう、これクロエさんが瀕死だからこそ狙ってくれてんだよな。負けないわ。うん、初撃無効化だから2撃目は無効にできねえんだ。やっぱりそろそろ決着はつけないとな。もう十分経験値は稼がせてもらった。お前はもう退場していいだろう。くそ、いい成長だけども、これは手厳しいね。そこ開けてくんねえかな。うれ、行きます。初回得点、うん、よく避けますねこいつ。倒しきれんだろうなこれ。強いわ。やるねリンちゃん。このターンでもまだ攻めきれんか。届かねえしな。当たった。お先に。いい殺し屋だな。全然足りん。きつすぎだろ。無理だ。